はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美久です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は今世間を賑わせているホットの話題やかまことくまこのどこまで行くののコーナー、またシャナナ TV で放送されている番組情報などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。パキーンとじゃん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 じパリーンがパリーンがね、うん、であれですよね、またそれでまた最終やるんでしょ、うん、よしてるでしょさっき聞いたからな全然知らないですよね野球のこと。そうだから優勝してね、恒例のドボンドボンえ、何人ぐらい飛び込んだんですか。知らん、何人か分かんないけど、うん、なんかおばちゃんとかも飛び込んでた。おばちゃん死ぬで。うちの親がなんかニュースでなんかおばちゃん飛び込んでてみっともないとか言ってなんかうちの親めっちゃご立腹でしたあ、そうなんやかわいそうにね。そう、飛び込んだ芋のなかなか弱がらなくて大変やったらしいですよ。え、あでも飛び込んだらもう瞬間で下痢するって聞いた話あるんですけど。瞬間ではしーひんやろうけど、うん、まあ飛び込んだら何かしらで吸収するんでしょうね、うん、口から入っちゃう場合もあるだろうし、うん、もうあそこも菌がうようよしてるらしいから、ね、でも昔に比べては若干綺麗になったんじゃね、うんうん、って言ってるけど。そうなんですね。もうなんかもうその瞬間吐くわ、もう下痢するわ、もう死ぬようなことが起こったみたいな話を当時僕聞いて覚えてたんで、だいぶ昔ね、うん、大学ぐらいかな、高校ぐらいの時に。いやでも今もよろしくないんじゃないですか。よくないでしょうね、うん、でなんかその優勝するよりも前日かな、うん、とかになんか飛び込んでる若い子とかもおったらしいんですけど、うん、でもこれは私なんか子供からの情報やから、うん、ほんまかどうかわかんないですけど、うん、飛び込んだ人は巨人ファンらしいです。何言ってんねん全然意味わからん何がしたいのか全然意味わからへん、ね、だからまあその大阪のノリをいち早く楽しもうとしはったんですか。いやどうなんでしょうね、単純に目引きたかっただけじゃなくてどうせ飛び込まれへんし今日飛び込んどけみたいな。そうかそうか、完全に頭一つ飛び出れますよねしかも巨人ファンやったらね、ねえ、だってもう、うん、あのガードマンとか、うん、ね、うんうんうん、もう総動員で、うんうん、あ、だって生中継してましたよ YouTube で、うん、なんか、ね、道頓堀の今の様子みたいなライブ中継してましたね。やってましたよね。それでもその目盗んでどこ違うところから飛び込んだりあれは警察っていうかガードマンが止めろ待てって早まるなってやるために呼んではったんですか。うん、でしょ、多分止めるように、まあ、警察というか自治体が言うのはジャムズ。ああそうかそうかそうか、うん、まあ、もちろん警察もね、うん、もう出動してたし。ああそうでしょうね、うん、やめろ早まるなえらい下痢するぞみたいな。いやでもね、あれは他にも言ってましたけど、うん、映すから飛び込むや言うて、取り上げるから飛び込むや言って、その成人式の時にも、うん、あ確かに確かに、そうあえて、うん、取材に行くから、うん、やんちゃやらかすんや言って、ね、言ってましたけどね、うん、でもあそうそうそう、こうでも賢いなと思ったのが、うん、それをなんか普通の人がライブ中継してたんですよ YouTube で、うん、で、あのチャンネル登録してくれチャンネル登録してくれ言って、それで結構3万人ぐらい集まってましたよ、うん、チャンネル登録者数がどうつかましいどうつかましいいやでも今回のその阪神の優勝で、うん、その WBC の時の経済効果がね、はい、1.5 倍だなんですって。え、どっちが何の 1.5 倍、今回が WBC の時に比べて、うん、阪神の優勝が経済効果 1.5 倍多い、うん、え、阪神の方が多いの、うん、え、何それ多分あの関西人のガムシとちゃいます。日本代表よりも、うん、言うたら、うん、阪神1球団の影響力の方がでかいってこと、うん、え、もう毎年優勝させればいい。いやね、しかもだから今回、18年ぶり18年はぁ、うん、
やったと思います。あ、そんなぶりなんや、うん、え、なんか割と最近も、うん、その リーグの方の優勝はなかったでしたっけ。ありました。うん、だから18年ぶり。18年、うん、え、そんなに長かったんですか、うん、だからうちの子供が生まれてまだバブー言うてる頃、うん、に1回優勝して、ね、そうなんや、うん、全然知らなかった。その今回すごい盛り上がってるのに、うん、一つ、うん、その今回みんなのもう合言葉みたいに、うん、あれあれ言ってた、ね、あれって出ましたね、うんうん、で私も全然野球知らんから、うん、みんな何言うとんねんと思ってたんですよ。だからなんか、うん、今期のチームのスローガンっていうのがあったんですね、うん、はい、あ、そうなんや、うん、知らんかった。それが、うん、エイム、リスペクト、エンパワーっていうのを、うん、思いを込めた造語として挙げてたんですって。そのまあまあ英語の意味は知りませんけど、エイム、エイム、エイム、リスペクト、エンパワー、はい、どういう意味？エイムってどういう意味？エイム、うん、エイムっていろんな意味あるから分かんない。E-A-I-M、エイム、どういう、分からない。そのぐらいちゃんと調べてこいよな。そうなんです。とりあえずね、それの頭文字を取って、狙うみたいな。A-R-E、はいはい、そのスローガンの頭文字、うん、エイム、リスペクト、エンパワーの頭文字を取って ARE って書いて、うん、あれってローマ字にしてたのが、はいはいはい、そのみんなでもう隠語みたいに、うん、その共通語なってたから、私みたいにあれってないねん、あ、でも あれ優勝したなって言うしね。あ、なるほどなるほど、うん、へえ、いや、なんかそのなんか優勝っていう言葉を早めに言うと、うん、なんかそれを逃すから、うん、みんな口にしないみたいな、うん、みんなあれするあれする言うて、あ、やっぱりそういう意味で合ってるんですか。そうそうそう、あ、なるほど、 言ったら逃げるみたいな、うん、なんかな、それ理由わかんないですけ ど、なるほど、ね、でもそうやって共通のみんなの言葉、うん、合言葉みたいになってたのが、うん、その野球を全然知らない人たちも加わって賛同して、うん、あれあれするであれするでっつって、で、こんな感じ優勝したでしょ、ね、じゃあ次にまた、うん、何ですか、うん、クライマックスシリーズ、うん、とかなったら、それでまた優勝とかなったら、うん、っていうのを今度はそれって言ったりとか、うん、あ、なるほどね、面白い面白い、まあ、どんな人なのか分かんないですけどね、でも言ったら逃げるみたいなありますよね、昔から考え方ね。いや、でもほら言えばかな、そうそう、有言実行とか、やっぱ有言実行にすごい違和感あるのって、その言ったら逃げるみたいな感覚がこう古くからあるからなんでしょうね。そうなんか ね、言ったら逃げるっていうのが私もよく分かんないですけどね。あ、うん、でもなんかありましたよね、あったし、ありますよね、うん、ね、でね、うん、まあまあ阪神優勝して大騒ぎしてたじゃないですか、はいはい、で今度オリックスも、うん、パリーグの方で、うんうん、優勝するかもみたいに話になってて、うんうん、関西さらに盛り上がるんじゃねみたいなことを言ってるのを聞いたんですよ、うんうんうん、でパリーグどうなってるのかなと思って、うん、今日これがね、収録がね、うん、9月の21日なんですよ、うん、20日にも優勝してたらしくて知らんかった阪神あんなベイベイ言ってて、で今日ねこれを言うために検索してたら、ああ、もう優勝してるオリックスってなって、え、誰も教えてくれ、誰も教えてくれ、え、何にも情報ないわ。あ、でも知りませんでした。え、ほんなら、え、オリックスってどこですか、どこの球団ですか。オリックス兵庫県、え、関西、うん、関西。あ、そうなんや。え、やのに優勝しても別に誰も、いや、誰もってことないですよ、ちゃんとファンの人たちはウェイってやってるし、もしかしたらそのテレビでもね、はい、放送してたかもしれない、ビールかけとか、うんうんうん、でも、ほら、うん、我々テレビ見ないから、あ、そうそう、知らんかった、そう、でも、ね、テレビ見なくても、うん、阪神に関しては、入ってくる、入ってくる、そう、で、いちいち誰かもメールで言ってきたりとか、ね、うちの子も言ってきたりとか、なんか知りますけどね、そう、速報とかもね、うんうん、てたし、え、あ、そう、え、それちょっとかわいそうですね。そうだから、さっきも情報調べてて、え、優勝した、嘘、かわいそすぎるっつって、ほんまやね。でもまあまあ、私らみたいに野球を知らない人間だけやと思いますけどね。あ、なるほどね、うん、経済効果どれぐらいの開きあるんでしょうね。うちのね、あの社員さん別の人もね、知ってはりましたからね、うんうん、あ、知ってました、知ってました、うん、そうですよね、みんなが知らないってわけではないけど、そうそう、まあ、疎い人は知らんかったぐらいの感じですかね、うんうん、すごい、うん、じゃあ、あれですね、そのなんか
頂上決戦みたいなのは関西同士で戦うってことなんですね、うん、っていうかそのクライマックスシリーズっていうのは各セリーグパリーグからまた3球団ずつ上がって、うん、また競争みたいだからトーナメントみたいにするみたいな。なるほどなるほど。またどうなるかは分かんない。ああそうなんですね、うん、じゃあ、そこからもう一回その中での優勝争いというか、うん、になるからひょっとしたら3位でも優勝するかもしれない知れません感じなんですね。わかりました。そろそろあれですか、はい、とっとと言ってください。どうぞ。どうぞ。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバうちの嫁病人より寝てる。ゲーム、YouTube、漫画16時間この前寝てた。びっくりしちゃった。それでも最後には疲れたって言ってた。かまこいらっしゃい。はい。なんか厳かな雰囲気でやってたわね。いやね、久しぶりなんでちょっと緊張しました。緊張しました。うん、いやすごい良かったわ。緊張ですか。緊張しましたね。ちょっとね、うん、珍しく、うん、素晴らしく良かったわ、ね。本当ですか。なんかねちょっとしばらく開けたら腕上がったかも分かんない。ね、こんな腕磨いてないですけど。いやすごいわ。しかもカホがドミナントで終わったから、はいはいはい、続くんかと思って入ってくるタイミングが、はいはい、いいでしょ。ありがとうございます、ねね、びっくりしたよね。いや、はい、まあ、早速ですけども、はい、今日のテーマは今日のテーマは自分ルールで周りを困らす、はい、イエーイ。自分ルールで周りを困らす、はい、これはどうですか。もう自分ルール、うんうん、やっぱり我々ぐらいの年になると、はい、こう自分ルールってできるじゃないですか。できますね。こう自分の中でこれが良きみたいな、はいはいはい、だからなんかこう割とこう年と取れば取るほど、うん、そういうの人に押し付けがちやなと、はい、うん、そう知らないところで押し付けてしまってる時とかあるかも。あるある、それある、うんうん、まあ押し付けもそうですけどね、はいはいはい、自分がこうだからって思ってその周りのスケジュールにこう遅延したり、はい、させたりとかもありますからね。うん、よく老害老害とか言われますけど、はいはい、この間な何やったかな TikTok やったかな、うん、なんかで見てたら、うん、その電車の中で、うん、なんかおじいさんっていうか、はい、怒ってるんですよ、はい、なんか隣に座った女性がこうやって足をこう組んだのを、はいはい、パシーって新聞で叩いて、はい、で、お前そんなみたいな感じで怒ってて、ほんで、まあ、その横におった別のなんか連れの男性、はいはいはい、ちょっとやめてくださいよってなって、ね、うんうん、で駅員さんとかが来て駅員さんがいやちょっと皆さんご迷惑なんで言うてもいやこいつが悪いからだらだらみたいなシーンが流れてるのがあって、はい、うわーこうなったらあかんなって思いましたね。そう足組んでることに対してそうなんかはしたない的なそのスカートで女性がそうそれもそれでまたねジェンダー問題になりそうな、まあ、今大変でしょうねそんなの、うんうん、だからそれがなんかね、うん、僕らもエスカレートしてしまったら大変やけど、うん、だけどまあ自分ルールは自分ルールでなんかいるじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、うん、でしょうね、そこ難しいなと思って、うん、自分という芯は持たなあかんけど、うんうん、人様にこう押し付けてしまっていくとね、うん、問題やなと、まあ、そんなありませんなんか会社でもなんかよくありますよね、うん、こう、はいはい、飲み会の時にはビールが先だとかって昔
ありましたけど、あるあるある、若いもんが継がなあかんとか、うん、とか、うん、まあ、今やもうね、最初にソフトドリンクの人とかカクテルの人とかやるぐらいになってるんで、そこら辺はね、緩和されてきたとは思うんですけど、ああいうなんか同調圧力に対してすごくもう敏感になってますね。ああ、そうですね、デリケートな問題だと思いますよ。もうそれ押し付けられたらもうね、パワハラ屋の何々払いと言われがちなところもあるので、まあ難しいとこではありますね、確かにね。僕らの時、まあ、その言葉の発明かもしれへんけど、はい、同調圧力って言葉なかったし、はいはい、パワハラって言葉なかったし、なかったですね、うん、なんか知らんけど言われへんかった、言い返せなかったですよね、当時若い人もね、はいはいはい、今はそれをこうなんか揶揄する言葉が今すごくたくさんあるから、はいはい、でもそれ僕らの時とまあ今比べ物にならないんでしょうけど、うん、やっぱり言われたら言い返してましたけどね、何ともいかへんかったらそれはやっぱり言い返したもしたし、僕にやる喧嘩もやったこともあるしね、そうなんですか、ありましたよそれは、やっぱりだからそれはこう今そのされる側が持てる武器がパワハラ何ハラっていうだけじゃないですか、僕らにそんななかったから、言われたら言われた分で同じ土俵でこうね、戦わないとみたいなのがあったので、その辺はなんかその言うてきた人もルールを押し付けてきてるっていうの意識はなかったんでしょうね。ないでしょうね。ね、うん、だから僕らも知らんうちにね、うん、やってるかもわかんないですね。かもしらへんかったりするからね、気をつけないと。いや怖いですね。怖いです。なんかこう飲んでくると説教臭くなるじゃないですか。あります、ね、あ、なるほど。人生ってのはねみたいな話をなんか僕もするようになってきちゃったんですよ。あ、そうなんや。結構今いくつになったの？僕37なんで。そろそろ言い出すか。なんかね、こう人生経験をなんか披露したいのかもしれないですね。根っこはね、その人どうのとかではなくて。でも開始10秒ぐらいで、まあ、気づいてやめるみたいな感じですけど。あ、ちょっと気づくだけで偉いですよね。怖いですわ。やってしまいそうになるもんね。やっぱりね、飲んでこう演説になるやつほど思んないやついてないんでね。まあもうほんま思んないね。演説になってきたらもう思んないし、ね、確かに確かに。話題をこう一人で取ってしまった時点でね。そうなってくるね、うん、あとはその何やろ、こう、うん、知らない人物がこう当たり前のように出してくるやつとかいてるじゃないですか。なんすけ、あのね、僕の友達の妹のなんか友達かなんかみたいな。分かれへんもん、その時点で。その時点で聞く気なくすんですよ。あ、分かる。それは聞く気起こらへんわ。友達の友達の嫁の愛人みたいなね。友達の友達の嫁の愛人。それは逆に聞きたいかも。ちょっと聞いてみて。あ、ね、ちょ結構行きますね。行きますね、うん。よくその愛人知ってますね。ね、友達の友達の愛人の話よく行きつけて。繋がっとった思いですか。あ、これ俺の友達だわみたいな。まあ、つまり俺の妹やねんけど。ね、嫁の愛人が女で怖い。なんかいろいろありますけど、ね。はいはいはい。これでも結構なんかあるんですか、自分でルール。ああ、まあ。決めてるルールみたいな。いやいや。例えば僕今ダイエット中なんですけど、あ、また、はい、やってらっしゃる、はい、うん、僕がそのダイエットの時こうするこうするって決めてるんですけど、うん、まあ、それで奥さん巻き込んじゃって困らしちゃったりとかっていうのもありますけど、ちなみにどんなルール決めてるんですか。あ、今はもう炭水化物を食べない。で、炭水化物はできるだけ 1g 以下にする。 1g も、 もはや無理なんですけど、もうそれにこう奥さんに何々作ってとかやってもらうんですけど、うん、そういうのでも迷惑かけちゃうなとも思うし、なんか逆にこう自分ルールを持ってるおばちゃんとか、おばちゃん、はいはい、カバンには必ず飴入れるみたいな。いやでも可愛いルール、なんかいいルールですね。そのあんたがどけなくちゃいけないみたいな。はいはいね。なんかこうね、みんなで集まってて、でどけなかった。まあこれ多分バナナの本編でもなんか話があったかもしれないですけど、はあはあ、僕も同じような経験があって、3人でこう歩いてきて、うん、で道を開けるみたいな、ね、でギリギリもう車道にもう出るぐらいの、うん、あのあるじゃないですか、なんか、ありますね、ね、ブロックみたいな、そこの上歩いてんのに邪魔やわーって言われて、ね、確かに、なんかこうそういう自分ルールを持っている人たちも多いなと思って。あ、僕ね、ちょっとね許せないんですけどね、うん、これほんま多分、まあ、言うてええかどうかなんですけどね、うん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 、
あの例えば、うん、駅とか、まあ、公共の場所、うん、まあ、ホテルとかでもいいんですけど、ああ、やっぱりあの女性の方が、まあ、ライブ、うん、コンサート会場でもいいんですけど、ああ、女性の方がトイレ並ぶじゃないですか。あ、そうですね、うん、でおばはんとかがね、たまに曲だけ男の子って言って入ってきようんですよ、男子全員で。あれあれ、あのたまにおるでしょ、バスの、あのバスで高速移動する、はいはいはい、インターとか、あれは許せない、ね、めっちゃおばちゃん入ってきますよね、普通に入ってくるね、へえー、今日だけ男の子って言ったら、そう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 、かわいい、かわいい、かわいい、おばちゃん、おばちゃんかわいいですね。なんだっけ、中田純次さんが昔、おーかわいいねーって言って、おばちゃんがこう旅行に来てるの、どっか行ってんのって言って、え、卒業旅行がなんかめっちゃあれおもろかった、あの人のセンスは飛んでますからね、面白い、面白いですね、面白い、ね、そういうおばちゃんのルールがね、なんやろうな、まあ、おばちゃんに限って、おばちゃんしか行けないですね、そういうことね、うん、できるのね、うん、まあ、だって今日だけ女の子って言うと入れないですよね、入られないですよ、飛ばされるし捕まるじゃないですか、まあ、そういう時だけジェンダーフリートイレが役に立ちますよね、あ、今ちょっと増えてきてるんですか、うん、そういうのか、いや、なんかいろいろ問題になってますね、それもね、問題になってますよね、で女性用確保しといた上で男性用だけジェンダーフリーにしといたらいいですよね、あ、まあ、まあ確かにね、いやでもそれもどうなんですかね、今日だけ男の子の人が入ってくる、はい、そのままどこでも行くでしょうね、どこでも行くでしょうね、フリーじゃなくても行きますからねルール関係あらへんよね、やっぱりあのなんかね、その、まあ、今のこう現代社会についていこうというのがなんかもう、うん、いやみたいな、まあ女性の方がやっぱりそのなんやろ、うん、あの順応性激しいし、はいはい、なんかスマホなんかね、うん、おばあちゃんの方がいじるの早く覚える、ああ確かに確かに、そうなんだ、うん、じいちゃんよりやっぱばあちゃんの方が早い、へえ、ただねやっぱりそういうのにそぐいたくないっていう人もいてるんですよ中には、はい、だからもうその、うん、今ね、あの、うん、ペーパーレスというかもうほとんど紙持たなくて、うん、まあ、キャッシュレスねこう、うん、食ってやったりするんですけど、やっぱカバンこうきっちり、うん、何やかや入れて、うん、現金でちゃんと支払うとか、ああ、うん、したいこだわりみたいなね、ずいぶん前ですけどね、うん、コンビニで僕後ろこうサンドイッチ持ってます並んでたんですけど、うん、ちょうど前のおばちゃんがカバンってひっくり返して、うん、ぐわーなんか探し出してほんで店員さんのここ見たら研修中って書いてあるんですよ、あ、これ世紀の戦い始まったぞ、うん、このサンドイッチ教授に買えようかなと裏から店長飛んできましたけどねお客様こちらで、そうそうそう、何やってたんでしょうね、だからなんか財布どこやろうとか、あ、そんなちゃうんですかね、まあ、分かんないですけど、え、それこそほんまにこだわりですよ ね、なんか一時そのほら携帯がメール打てるようになった時、はいはいはい、ね、携帯は喋れたらええんやとか、うん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 、それこそさらに遡ると携帯電話なんか言ってた時代ありましたからね、はい、ありましたね、うん、でそういうのがどんどんエスカレートして、うん、その昔のままを維持しようとするとやっぱそういうね、ね、1円構成を出したりとかってなっていくかもしれないですね、うん、でね、ただ唯一そのスカイプとかああいうテレビ電話系、うん、だ今日も覚えるのめっちゃ早いですって、あ、そうか、お孫さんとお孫さんに会えますよって、あ、まあ、確かにね、はい、そうそう、そんな感じですね、やっぱ好きこそものの何ちゃらかんちゃらですね、うん、1個だけ気になってんだけど、うん、その炭水化物 1g ってどれぐらい戻る、いや炭水化物 1g ご先祖さんにあげるこんなちっちゃいお椀みたいな、はい、あれぐらいの量、いや、もうあんなん取ったらもう もう全然超えんの、あ、もうあのちっちゃいやつにご飯盛るってことですよね、そうそう、ダメです、ダメでしょうね、多分、え、あのどれぐらい、もう食材からだと、うん、肉に入ってる炭水化物とかもう全部計算するんで、うん、え、だから肉を、うん、まあのどな胸肉このぐらいを2枚ぐらい食べたら、まあ 1g に近くなっちゃうから、うん、じゃあもう酢の炭水化物っぽいものは一切取らない、ダメですね、もう芋とか野菜とかも取れない、なるほど、ね、ごめんなさい、ちょっと気になっただけなるほどね、そうそうそうね、ちょっとつながるんじゃないですか、うん、次行きます、せやからお前はそんなことなんねなんかね、いやもうそういうことですよ、もうだから僕は結構、まあ、この1ヶ月また10キロ痩せましたから、そうだから、はい、あなたね、はい、あなたねこう太って痩せて太って痩せて10キロ単位じゃない、そうっすね、それ何1回太るのは痩せる喜びを感じるため、はい、全然違いますよ、違うの、ダイエット嫌ですもん、嫌やのになんでわざわざ太るの、なんか健康気にしてってこと、いや、あのではないよね、なんかね、うん、僕多分二重人格なんです、半年で、は
で、あの、めちゃくちゃ食べるっていう、もう太ってもいいやっていう人格と、うん、やばい、そろそろ痩せなくちゃっていう人格が結構パキッと分かれてて、太るとハイド、なんかね、こう時期が来ると入れ替わるんですよ、なんか、うん、体がそれはその、うん、食欲ちゃんが入れ替わるってこと？食欲というかもう考え方ですね。でもラーメンばっかり。なかなかですよ、そやけど。はい。キロってすごいなぁ。もうなんかね、狂って、もう考え方パッキン変わるんです。180度変わるんです。でもこれがまた180度変わって、うん、あ、今日ラーメン食べたら蕎麦食べてうどん食べようってなるんですよ。あ、はい、実際お金もかかるんじゃないですか、その辺。あ、もう食べてる時はかかります、ね、うん、今は逆にその全然食べないんで、1日1食とかだから。それ間取れないですか、なんか1年5食とか2食程度で、そうそう、もう、ね、で割と普通に、まあ、美味しいもんも食べ、はい、で、まあ、そんな量は食べんとみたいな。僕はその極端なものに喜びを感じちゃうタイプなので。なるほどね。もう行くときは行く、行かないときはもう行かないことに喜びを感じるみたいな。はぁ、そうか。もうね、ちょっと僕炭水化物 1g 探しに行ってくる。 1g なんかそこら中にあります。 1g ボンボンや良い子だからだしな。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさい。ということで、かまくまでした。はい、はい、前半のね、プロ野球の話ですけどね、うん、そのクライミックシリーズが、はい、まあ私全然野球詳しくないんで、うん、上位3位同士がするので、知らなかった、それがどこのチームなのかわかんないんですけど優勝同士でずっとやるんかなと思ってました。うん、ちゃうんですね、トーナメント制で3位ずつでやるみたいです。 あ、なるほど、そうなんですね、うん、でもどうせだったらね、やっぱり私たち関西人なので、うん、ね、どちらも関西で最後ぶつかってほしい。ほんまですね。あとはやっぱり阪神かなって、うん、やっぱ経済効果考えるとね勝ってほしいかなって思っちゃいますね。勝ってほしいですよね。毎年優勝すればいいですよね、ほんとね。いや、毎年やったらそう思うやからね、ダメですよね。はい、ということでバナナ TV